キャンベラはオーストラリア海軍が保有した従順洋艦。艦名はオーストラリアの首都であるキャンベラにちなむ。イギリス海軍1924年度海軍整備計画の一環として、ケント級のうち2隻がオーストラリア海軍向けに建造され、本艦はそのうちの1隻である。姉妹艦はオーストラリア。第1次世界大戦終結後。 ワシントン海軍軍縮条約が締結されて海軍休日が始まり英連邦のオーストラリア自治領政府は巡洋戦艦のオーストラリアを自沈処分にせざるを得なかった。第二本帝国を仮想敵国とするオーストラリア海軍が保有していた巡洋艦は休止期間ばかりで同政府は総主国イギリスに大艦を要求する。そこでイギリス海軍のケント90巡2隻を オーストラリア政府の予算で建造することになった。これが従順オーストラリアとキャンベラである。キャンベラを含むケント級は艦隊戦闘よりも古艦での意外任務を主年頭において設計されたために条約に定められた排水量内で必要最小限の武装と防御能力と引き換えにした高いしのげなみ性、航続距離、居住性を実現していた。 1939年9月に第二次世界大戦が始まると、キャンベラはタスマン海やインド洋で紹介任務や戦団護衛任務を行い、数軸国及び数軸陣営の仮想巡洋艦や封鎖突破戦を相手に戦果を上げた。太平洋戦争突入後の1942年8月8日深夜から8月9日未明にかけて第一次ソロモン海戦で、 キャンベラは日本海軍の第8艦隊司令長官三河軍一中将が指揮する外南洋部隊と交戦、従順洋艦部隊の砲撃を受けて大破、航行不能となる。9日昼間、総員退去の後連合軍駆逐艦の砲来撃により自沈した。沈没した本艦の大艦としてイギリスは従順、シュロップシャーをオーストラリア海軍に対応した。 限度枠いっぱいの基準排水量9700トン台の船体は還元の高い平ら板型船体とし、艦首側面形状は、量波性能を高めるために2段の強いフレアが付けられていた。艦首乾板上には20.3センチメートル方を連装砲塔に収めて背負い式配置で2機、2番手砲塔の基部から 上部構造物は始まり、その上に箱を積み重ねたような形状の操作環境の背後には後方に傾斜した短脚式の全部マストが立つ。船体中央部には等間隔に並んだ三本煙突が立つが2番に煙突のみ太かった。煙突の周囲は関西艇置き場となっており、原則に設けられた2本1組のボートダビットが片元に3組ずつ計6組で運用された。 三番煙突の後方に露天の後部見張り所と短脚式の後部マストが立ち、三番手砲塔の基部で上部構造物は終了し、甲板一段分下がって後部甲板上に四番手砲塔が配置された。船体原則部には復元性と水雷防御として広範囲にバルジが装着されていた。従順洋艦キャンベラはスコットランド クライドバンクのジョン・ブラウン社で1925年9月9日に寄港、1927年5月31日にマリー王女の手で浸水し、1928年7月9日に竣工した。1929年1月25日オーストラリア、西オーストラリア州のフリーマントルに到着。1930年代にシドニー港で撮影されたキャンベラ。 1931年9月、ニューカレドニア、フィジーを訪問した。1932年と1937年は、中国艦隊に所属した。また、ニュージーランドを3回訪れた。第二次世界大戦開戦時、オーストラリア海軍の主力艦は、従順2隻、軽順4隻であった。1939年9月1日の回戦から9ヶ月間、キャンベラは、 オーストラリア周辺やタスマン海で護衛任務に従事していた。1940年にはドイツの仮想巡洋艦アトランティス、ペンギンの捜索に当たった。1941年2月、u s 級船団をフリーマントルからコロンボまで護衛。コロンボには2月20日に到着し、護衛を軽巡洋艦、リアンダー、HMS リアンダーと交代してキャンベラはモルディブへ向かった。 2月22日、キャンベラはインド洋で通称破壊を行っていたドイツ軍の装甲艦、アドミラルシェアを捜索するよう命じられた。イギリス空母、ハーミーズとキャンベラと何隻かの艦艇が捜索に当たったが、シェアは逃げ切った。2月26日、英海軍はシェアの捜索を中止した。キャンベラはセイシェルのビクトリアで燃料補給を行った後、 3月2日にリアンダーと合流し、通商破壊艦の捜索に当たった。3月4日、キャンベラは2隻の船を発見した。それは、火脚船、コーブルクとケティ・ブロビグであった。コーブルクは、ドイツの通商破壊艦に対する補給を行う船で、ケティ・ブロビグは、ドイツの仮想巡洋艦アトランティスに捕獲された、ノルウェーのタンカーであった。キャンベラは、コーブルクに対して、 砲撃を行い、コーブルクは沈没した。また、コーブルクとは別方向に逃走した、ケティ・ブロビングは、キャンベラの搭載機によって停戦させられ、最後は、キャンベラの砲撃で沈められた。1941年の残りの期間、キャンベラは、インド洋で、戦断護衛を行っていた。百四十一年十二月八日の太平洋、戦争開戦直後、キャンベラは、 アメリカ海軍の重巡洋艦ペンサコーラを機関とするペンサコーラ船団の護衛を命じられ、英連邦巡洋艦3隻が増強された。12月中旬、フィジー諸島スバでペンサコーラ船団に合流し、クレイス少将はキャンベーラに正規を掲げる。12月22日、ペンサコーラ船団はオーストラリア大陸東海岸のブリスベンに到着した。シドニーに移動後、 英連邦巡洋艦は、パプアニューギニアの要所ポートモレス B に向かう、輸送船団の護衛を行う。1942年1月3日、連合軍輸送船団は、ポートモレス B に到着した。次の任務は、シンガポールに向かう、軍隊輸送船アクイタニアの護衛だった。いわゆるクズ鉄船隊の駆逐艦バンパイアと共に、シンガポール行き輸送船団の護衛を行った。 2月から5月にかけて、キャンベラはシドニー港で修理を行った。この間、2月12日に新編されたアンザック戦隊に所属している。第44任務部隊に所属して5月から6月にかけて、産後海における構成に参加。5月31日、日本海軍の特殊戦航抵抗標的3機がシドニー湾を奇襲する。シドニー港に停泊していた本館や、 軽巡アデレードアメリカ従順洋艦シカゴは、無事だったが、宿泊船一隻が沈没し、オランダ潜水艦一隻が損傷した。8月初旬、キャンベラは、ウォッチター作戦に伴うガダルカナル島及び、ツラギ島攻略作戦に参加する。世界大戦開戦時以降、オーストラリア海軍は、パース級軽巡洋艦のシドニーとパースを失っていた。回戦から一夜明け、 炎上するキャンベラから乗組員を救助するベイク駆逐艦パターソン。従順シカゴからの撮影。第一次ソロモン海戦後、大破炎上しウェンに傾斜するキャンベラ。手前のベイク駆逐艦はブルートパターソン。日本軍の攻勢がミッドウェイ海戦で飛んした後、オーストラリア海軍の大型巡洋艦3隻はアメリカ軍が発動したウォッチタワー作戦に従事した。 英国海軍合衆艦隊司令長官ビクター、クラッチ霊少将はオーストラリアに正規を掲げていた。上陸作戦全体を第61任務部隊司令官フランク・ J ・フレッチャー、中将が指揮する空母機動部隊が支援していた。フィジー諸島での予行演習の後、ターナー少将が指揮する連合軍上陸部隊は1942年8月7日に、 フロリダ諸島ツラギ島とガダルカナル島に上陸作戦を完工した。キャンベラを含む部隊はツラギ島に向かった。これに対しニューブリテン島ラバウルを発信した日本海軍基地航空部隊の一式陸上攻撃機と99式艦上爆撃機が揚陸作業中の連合軍輸送船団に空襲を行う。輸送船団と護衛艦艇は自分たちの対空砲火と 米軍機動部隊から飛来した回4回、ワイルドキャットで応戦した。キャンベラも、手法や機銃で、対空戦闘を行う。連合軍側は、駆逐艦、マグフォードが勝破した。護衛艦隊司令官のクラッチ霊帝徳は、夜間警戒のため、式外艦をいくつかのグループに分けて、ルンガ白地に配置した。日本軍が侵入してくる、可能性が一番高いサボ島南側の水路を、 クラッチ冷帝特似機卒の南方部隊が警戒した。日本軍の水上部隊は出現せず、何事もなく、夜が明けた。8月8日、連合軍上陸部隊は再び、ラバウル航空隊の空襲を受けた。連合軍各艦は猛烈な対空砲火を浴びせ、日本軍攻撃機は大損害を受けた。キャンベラも、対空戦闘で何機かを撃墜した。だが、連合軍側も、 被害を受ける。駆逐艦ジャービスが大破し、輸送船、ジョージ海エリオットが、被弾炎上して放棄された。連日の対空戦で、連合軍側も多数の戦闘機を失い、フレッチャー提督の第61任務部隊は、空母3隻と新鋭戦艦1隻を要しながら、援護を打ち切って、撤退を開始した。日没後、ターナー提督は、洋上のクラッチー提督と、 ガトー陸上のバンディアグリフト将軍を総機関マッコーリーに呼び出した。クラッチレイ提督は小介区を離れて輸送船団停泊地に向かった。クラッチレイ提督は南方部隊の指揮を従順シカゴ艦長ハワードボード大佐に委ねる。ところが各指揮官や艦長官でクラッチレイ提督の意図が理解されず、オーストラリアが去った後の南方部隊は合衆従順キャンベラ。 米中巡シカゴ、駆逐艦パターソン、バックレイという編成でガダルカナル島とサボ島の間で紹介を行っていた。そして早期艦マッコーリーでの会議を終えたクラッチレイ提督は自身の機関オーストラリアに戻ると輸送船団と駆逐艦部隊に守られて停泊し続けた。この夜、第8艦隊司令長官ミカワグニ一中将が率いる外南洋部隊は 連合軍の紹介網をくぐり抜け、鉄底海峡に突入し、野戦で連合軍の南方部隊と北方部隊に大打撃を与えた。キャンベラでは乗組員の大半が連日の対空戦闘や戦闘配置で疲れ切っていた。フランク・ゲティマン艦長も見張り指揮官の将尉に指揮を委ねて私室に退いていた。日本軍の水上偵察機が照明弾を投下してから間もなく、 外南洋部隊の砲雷撃が南方部隊に襲いかかる。キャンベラはレーダーを装備していたが、外南洋部隊を捕捉できなかった。パターソンからの警報や敵艦の砲撃を視認して戦闘配置が取られ、艦長や幹部が環境に集まった。そこに直撃弾があり、大多数の幹部が戦死した。艦長は右足を潰される重傷を負った。艦が被った被害も深刻で、 中央部への被弾で機関が故障し、航行不能となる。魚雷日本がキャンベラの艦首に命中したとの記録があるが、海底のキャンベラの艦首は原型をとどめていた。キャンベラの被害は、主に砲弾によるものだった。なお、航行能力を失ったキャンベラが、外南洋部隊の隊列に接近したため、三河艦隊の単獣人は2つのグループに分離した。外南洋部隊が去った後、 無限に傾斜して、航行不能となったキャンベラに駆逐艦パターソンとブルーが接近して、消火作業と負傷者の収容を開始した。8月9日午前4時30分頃、キャンベラとパターソンに敵艦が接近し砲弾を発射してきたので、パターソンは手法で反撃した。双方の命中弾が出ないうちに敵艦が監視を失った従順シカゴであることが判明し、パターソンは キャンベラの救援を再開する。続いて、駆逐艦ブルーも到着して、救援に加わった。午前5時、ターナー提督は、6時30分までに、ガダルカナル島沖から離脱せよ。無理ならば自沈せよと命じた。キャンベラはすぐに沈没しそうにはなかったが、機関復旧の目途が立たず、キャンベラの自沈処理が決まる。駆逐艦。 セルフリッチが5インチ砲弾263発と魚雷4本を発射したが、この頑固なキプジンは降伏を拒んだ。午前7時30分からは駆逐艦エレットも作業に加わり、止めの魚雷を発射した。キャンベラは右縁に転覆した後艦首から沈んでいった。キャンベラはオーストラリア海軍が第二次世界大戦で喪失した最大の艦である。スコット少将が指揮する。 東方部隊は第一次ソロモン海戦の野戦に関与できず無傷であった。日中になるとラバウル航空隊は米駆逐艦ジャービスに集中攻撃を加えて撃沈したので連合軍輸送船団は無傷で済んだ。連合軍輸送船団は物資の大半を揚陸しないまま撤退を開始する。バンデグリフト将軍が指揮するアメリカ海兵隊は ガトウとフローリダ諸島に取り残され、弾薬と食料の不足に苦にんだ。8月13日、連合軍輸送船団は、ニューカレドニアのヌメアに到着した。第一次ソロモン海戦で、キャンベラは戦死者85名、負傷者55名を出した。ゲティング艦長は、駆逐艦に収容された後、容体が悪化して死亡した。イギリスは、本艦の大艦として、 ロンドン90巡洋艦のシュロップシャーをオーストラリア海軍に供与した。アメリカ海軍はピッツバーグという艦名を予定して建造していたボルチモア90巡洋艦をキャンベラと命名した。1992年になり海洋調査学者ロバート・ディ・バラードのチームが鉄底海峡でキャンベラを発見した。海底のキャンベラは比較的原型を保ったまま正位置で着底しており、 4機の手法は破損しているものの、未だ左限に向けられている。キャンベラの付近には、第三次ソロモン海戦で沈んだ駆逐艦、ラフィーの残骸も横たわっている。ありがとうございます。